本日は会場まで足を運んでいただきまして本当にありがとうございます。アマリダを演じさせていただきました市原隼人です。いよいよおいしい給食シーズン2が放送されます。これはひとえにこの作品を好いてくださりこの作品のファンになってくださったお客様の賜物です。そのお気持ちに恩返しをしたい思いでその一心だけで現場に立っていました。僕はこの作品に関わる全ての人が好きすぎてこんな感情を抱かせていただけたこの作品に心から感謝しています。なんとこの度前作に引き続きましておいしい給食シーズン2の映画化が決定いたしました。おめでとうございます。映画化決定の思いを皆様に一言ずつ思いを伺っていきたいなと思うんですけれども、改めましてまず市原さんから伺ってよろしいですか。いやもうこれも映画ももう寝れなかったです。もうテンションをぐっと持っていかないと現場に入れないので、もう本当に毎日ほぼ寝ないで現場に行ってたと思います。そしてそれをこれほど早く見ていただきたいという作品は久しぶりです。ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。はい、嬉しいことですけど、先ほどおっしゃってたこう眠れない日々がさらに、ね、映画化によって続くことになったというわけで、その思いを込めた、ね、早く見ていただきたい作品、ぜひ、ね、皆さんに早く見ていただきたいと思いますが、本当にこのドラマとしてシーズン2から参加させていただいて、さらにまたスクリーンで皆さんに見ていただける機会をいただけたことが本当に嬉しく思いますし、ドラマ同様映画も本当に皆さんきっと楽しんでいただけると思うので、本当にぜひたくさんの方に見ていただきたい作品です。はい、映画があることによって皆さんにおいしい給食を楽しんでもらえる機会が1回増えたということで、すごい僕も嬉しく思ってます。そうですね、やっぱドラマと違って映画はこう時間が長いので、その分こう一つのこうおいしい給食という世界を深く楽しんでいただける作品になっていると思いますので、皆さんそちらの方を楽しんでいただきたいなと思います。おいしい給食シーズン2のドラマからまた映画でまたグレードアップしてる、グレードアップしてる姿を見てほしいなって思います。また映画ができるということで、ドラマと同じくスタッフキャストワクワクしながらですね、それでもシーズン1というドラマと映画があるので、それを超えたさらに面白いものを作ろうと、現場では悪戦苦闘今もしております。ただ間違いなく面白い作品に仕上がりますので、楽しんでいただけたらなと。あと、なんていうか、前回シーズン1の映画がちょうどいわゆるコロナの本当に走りの時でして、そうでしたね、劇場で僕らは舞台挨拶、初日舞台挨拶というのができなかったんですよね。はい、で映画初日から舞台挨拶もできず、途中で映画館が閉じる、閉まってしまうと。で我々の映画も途中でストップしてしまいました。非常にですね、もう本当に自信作だったので、悔しい思いをしました。でまだまだコロナ禍が続いていて、皆さん本当にいろいろご苦労されていると思うんですけど、このおいしい給食というエンターテインメントのど真ん中を歩くような作品がまたコロナを経て違った意味を持つようになったと、特にそこは意識をして作ってはいないんですが、みんなでワイワイ楽しく給食を食べるというこれを映画にすることの意味がまた一つ増えたと思っておりまして、より一層力を入れて今も作っていますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。とても素敵なお言葉が聞けました。でも監督は本当に仕上がりまで大変な日々続くと思いますが、お体お気をつけて頑張っていただきたいと思いますし、楽しみに僕らは待っていたいと思いますので、はいはい。監督がおっしゃったように、まだまだこの情勢下の中で、私たちも同じように苦しんでいます。必死にもがいています。この作品は全ての方へ送るエールのような作品です。悲しいことがあっても大丈夫と、寂しいことがあっても大丈夫と、笑えないことがたくさん増えても大丈夫です。このおいしい給食シーズン2という作品が必ず皆様を温かく包み、背中を押す作品になっています。
一生懸命滑稽ながらも笑われながらも生きてるアマリダの姿を見て活力をぜひもらっていただきたいです。僕はこの作品が好きすぎてたまりません。少しでも多くの方に届くことを心から願っております。ありがとうございました。